あとはあれでしょう、絶対これ買った方がいいって言ってたじゃん、うん、これね。業務スーパーリピート買いしてるものー、イエーイ。どうも皆様こんばんは、セゴリット3世でございます。こんばんは、レイです。さあ見てくださいよ、業務スーパーです。僕たちはですね、業務スーパーがめっちゃ好きめっちゃ好きじゃない？好き。なので今回はですね、業務スーパーで僕らがですねリピート買いしているものをですね皆様にご紹介していきたいと思います。いくらでしたよっていうのはテロップで入れていきますけれども、参考価格なんで、もちろんその時の仕入れ値とか状況によって値段は変わるんで、あくまで参考価格としてですね捉えていただけると嬉しいなっていうふうに思います。一部買いたいけど買えないっていうものもあるんで、それは画像だけお見せします。値段はですねお店によって異なると思いますんで、各店舗でですね皆さんチェックしてみてくださいね。というわけで行ってきましょう。まず俺から言っていい、うん、俺一番好きなやつやっていい、うん、これトッポギです。トッポギ正確には、うんうん、韓流ドラマにドハマりしまして、ネットフリックスの力によって愛の不時着からもういろんなものを見まくってますけれども、出てくるのよ、屋台で食べてるんだよね、うんうん、でそれで買いたくなって買ってから非常に美味しい、うん、このまま食うとねめっちゃ辛いんで、うん、ほんと辛いんで、このチーズを合わせていただけると非常にマイルドになります。うちは3人ですね、昼みんなで食べるんで、これ出す時もあればラーメン出す時もあったりとか、まあうどん出したりとか、それぞれ出して炭水化物もりもりでご飯は食べてるというところです。どう、これ美味しくない？美味しいけど結構辛いから、チーズは割と大きめのものが必要だよね。入れた方がいいね、うん、だよね。あとこちらですね、ババン、プリッとタコキムチとタラチャンジャ、うん、これ韓流つながりですけど、テンペイキムチっていうめちゃくちゃうまいキムチがあるんですよ。それが僕の中のキムチのランキングで圧倒的に1位なんですよ、うん、めちゃくちゃうまいの、あれ。それに近い、まあ近い、うん、まあまあ頑張ってるっていうところ、あれはもうほんと王様なんで、うん、でもこれも近く食べられるっていうものですね。業務スーパーに行くと必ず手に入ると思いますんで、ぜひチェックしてみてください。あとこちら、柔らか煮豚、これはなんかすっげー売れてんでしょ、めちゃくちゃ売れてんだよね。この煮豚シリーズいろいろあるんだけど、これが一番美味しかったよね。美味しかった、柔らかい、マジでこれは売れるよね、うん、結構買ってる人いた俺らが買ってる時にも買ってる人いたね。ちょっとストックであると夕飯の支度の時とかすごく便利。うんうん、いいと思います。あとはあれでしょう、絶対これ買った方がいいって言ってたじゃん、うん、これね、グラスフェッドバター。何がすごいの、これ。これすごい濃厚で美味しいんですよ、バターが。朝食べてる俺。食べてる。パンで、うん、あ、ほんと、あ、食べてるってなんか作ってくれてるやつか。もうバターは絶対これって決めてるから毎回これを買う。濃厚なの。濃厚だし、うん、スーパーで買うとちょっと高いんだけど、業数だと気持ちやすい。気持ち、うん、あ、へー。あとテレビとかでもやってバズったやつだね、これだ、うん、リッチチーズケーキ。これはですね、パンカイトでも美味しいっていうやつで、すごく濃厚で美味しいです。なんか紹介されたんでしょ、なんかテレビなのかね、うん、何年か前に ね、これ美味しいので2個買ったんだけど、まあ普通に食べる用と、あとはクッキーサンドにしたいなと思ってあ、娘のおやつね。そうそう、あ、なるほどね。バンバンやっていかないとガンガン溶けてますね。急ぎましょう。あとこれだ、冷凍マグロたたき、はい、でかいんですよ、これもまたね。マグロのたたきですよ、その名の通り、はい、鉄火丼とか鉄火巻きとかに入ってるやつ。ネギトロとか。ああ、そうそう、ネギトロとかにも使われてますね、うん、500g 入ってて冷凍になってるので、食べたい時に解凍しておけばすぐ食べれます。へえ。でうちは割とマグロのたたき丼。ああ、やってるね、やってるやってる、わさび入れてね。美味しいでしょこれ、うん、美味しい美味しい、結構美味しい、しくってリピートしてます。なるほど。冷凍マグロの思い出しました、こちら、おろしわさび。うちね、わさびの消費えぐいんだよね、うん、長野の人ってわさび結構食べるんですよ、うん、私も弟もそうなんだけど、そばにね、ものすごい入れる。シンクめっちゃ、めっちゃ握ってたっすじゃん。私もブチューって入れるんだけどまあでも美味しく食べられるんであればおすすめですよ。ちょっと量多いものを買ってみました。これもね、いいと思います。あとはですね、バナナ、バナナであるとか、あと肉だよね。キャンプに行く前とか絶対やった方がいいよね。この小分けパックになってるのがすごく便利なので、こちらはいつもリピートしています。このローススライスと、これいつも買ってんだ、パンに入ってるやつだ。朝入ってないよ。入ってない？俺何食べてんの？じゃあ、あれベーコンでしょ。あ、ベーコンか。これはロースだよ。あ、何？俺何つった今、朝に入ってるって言った、うん、入ってるわけないじゃんね、うん、ごめんなさい。あとこれが朝食べるやつ。そうで、私ベーコン大好きで、ブロックのベーコンが特に大好きなんですよ。なのでこれを買ってます。
のブロックのベーコンね、はい、でかっ、そういろいろ使えるのでちょっとカットの仕方を変えて保存したりとかしてます。へえ。あとミートボール業務用、これ何いつ出てくるこれ。これは酢鶏の代わりとかあんかけのさちょっと酸っぱいある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 やつにミートボールを使ったりとか。あーなるほどね。そう、普通にお弁当用のミートボールを作ったりとか、冬だったら鍋とかに入れられるから、うん、いろいろこうアレンジ効くんですよ。へーなるほどね。で業務用スーパーに売ってるものって1キロくらい入ってるものが多いからすごく便利。へーなるほどなるほど。あとこちらねピザです。ピザもね売ってるんですよちゃんとね。そう500円くらいで売っていて、うん、娘がピザがすごく大好きで朝割とねなんかこれ食べたくないあれ食べたくないって言ったりするんですよ、うんうん、でそんな時にピザだと割とペロッと食べるので小さめにカットして小分けにして冷凍してあります。なるほどね、ちゃんと考えてるね、うん、あとこれね魚ね、はい、鮭好きよね、うん、量が入ってる割に割と厚みがしっかりあるので食べ応えがあります。それで選んでんの。そう、であとこのごぼうサラダよく出るそれめっちゃでかいやつじゃん。そうこれも1キロ入ってます。でこのまま食べても美味しいし朝のトーストの上にこれを乗せてチーズ乗せても美味しいし、ちょっと味を足してきんぴらとかにもできるのでこれは買ってます。へえなるほどね。あとこちらグリーンピース 500g、はい、うちの姉貴がすごい苦手なんだけど、うん、これはね娘が豆が好きなんですよ。えなのでそうグリーンピースも好きなのでこれはちょっとご飯に今度しようかなと思って。あそうグリーンピースご飯俺は大丈夫。なんであんまり得意じゃないから。そう、うん、俺は普通の白米してにしようかなと思って買いました、はい、やっぱ業務スーパーって言ったら大量ですよね。大きい卵とか、うん、あとはねコーヒーですよ。デロンギのプリマドンナを買ったんで基本的には飲みたい人が勝手に飲むと、うん、で粉でやるとやりにくいんであれば豆タイプのものはこちらですね。いっぱい入っててすごく香りが良くって仕事の時だし本当はもっとパリーズとかそういったところですねスペシャリティコーヒーを飲みたいんだけどなかなかね時間がない時はしょうがないこちらですっていう形で、でもそれも十分美味しいけどね。十分美味しい。これはもう水出し専用ですね。シンクなんか朝当たり前にうちの冷蔵庫開けてアイスコーヒー飲むからそういや全然いいんだけど全然いいですよ。もうすっかり慣れてもらってね。2つあります。2キロ、あっという間になくなる。2キロもあっという間になくなる本当に。あとはこれね杏仁豆腐、これ美味しいよね。これ美味しい。パックになってる杏仁豆腐なんですけど、うん、7、8人分作れます。それに乗せたりもできるトロピカルミックス。あ、果物かこれ、うん、あ、乗ってる乗ってる。あ、これなんだ。なんかベリー系もあるんだけど今日ちょっと行った時になかったのでこれを買ってきました。へー。あとはハンドクックドポテトチップ黒トリュフのやつ、うん、量はねそんなに入ってるわけじゃないんだけどふわっとすんだよ。高級感だよね。これどこが作ってんだ。ハンターフーズだって全然聞いたことないね、うん、でも美味しいねこれはね、うん、高級感あります。あとこちらですねメンチカツ、はい、これはもう衣がついてるんで揚げれば OK なんですっげー時間に割れる時あるんですよ。もうあっという間に今やっぱり18時だわーみたいなね。もうご飯作んなきゃ作んなきゃとかっていう時はこれを使って作る時もありますね、うん、あとはまだねなんとなくご飯足りないなっていう時あるんですよ昼ご飯ね。その時によく出す業務用アメリカンドッグ、はい、パパがよく食べてます。そうです、僕も食べてます。シンコも食べてるよ、俺だけじゃないよ。あとは桃まんじゅう15個入りです。これもね美味しいんですよ。そう、これはねちっちゃくて可愛くてふわふわっとしていて中があんこなんですけど美味しいの。美味しい。僕の前に女の子2人いたんですけど、うん、買ってました。可愛いね、映えご飯なんですよ。あとはうちのお嫁様がですねすごく野菜が好きなんでブロッコリーとかオクラスライスとかあとは野菜類ですね、うん、でこれだけ買ってもそんなに高くないし。そう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 。唯一俺ねどうしても買えないものもあるのよ。松阪牛並んでるじゃん。 あそこだけ別格なゾーンあるじゃん。あるね。一番高いやつで1万とかなんだよ。1万出せないの出せないの俺業務スーパーうわーってなる、うん、なかなか出せないよね。うん、一番勇気いるよね。振り絞らないといけないっていうところがあるかな。キャンプの時はもっとあの業スーに売ってるこうでっかいそうブロック肉あれの方がね絶対ステーキとかあとは焼き鳥のね串になってるやつとかも売ってるから、うん、そういうものを買っていくことも多いよ。おいおい。でブロック肉は炭を使って遠赤外線ですよね。でゆっくり焼いてほりにしのスパイスかけてくると、うん、めっちゃうまいからもう他のどの店よりもあれが一番うまい。30分ぐらいかけてぜひ焼いてみてください。
まあそんな感じですよ。いろいろご紹介しましたけれども、皆さんもね、近くに業務用スーパー、もしくは車乗ってね、ちょっと行ったところにあるんだけど、なかなか行ったことないんだよなっていう方、ぜひぜひ足を運んでみてくださいね。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますと、コミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、インスタ、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、皆さんの地域のある業務スーパーのおすすめなんですか？ぜひ下のコメント欄に書いてほしい。見てくださいね。続いてまた明日。じゃあ、バイバーイ。